砂ぼこりの舞うアフガニスタンで目を保護するためにドックルを装着する米軍のジャーマンシェパードドックルとは犬の頭部の形状に合わせてデザインされたカラーゴーグル型のサングラスのブランドである。ファッション小物として販売されているにもかかわらず何通りかの実用的、医学的な使い方も報告されており、見ることに支障のある犬には旅の入ったレンズを与えることも可能である。 飼い犬が日光に目を細める姿に気づいたケンデルッドとロニデルドの経験がドッグルの発明につながった。二人によって人間用のサングラスやスポーツ用ゴーグルで実験が行われていたが、その後犬の頭の形に合わせたものが開発された。2012年の時点でこの商品を制作しているのはノースカロライナ州のドッグルスカンパニーである。ドッグルは 紫外線を防止するため旅の入ったポリカーボネート素材で作られ、犬の頭部を傷つけないようストラップはゴム製になっている。アメリカ軍での使用例、史上最も無意味な発明の一つに数えられる一方で、ドックルは MSN マネーの大金を稼ぎ出した、実現するはずのなかった11のアイデアの第6位に選ばれており、2004年には16の国、 4,500の店舗で販売されるようになっただけでなく、レンズに度を入れるという選択肢まで生まれている。ブルーのドックルをかけるジャック・ラッセル・テリア2004年、リンダ・カニンガムはイラクで活動するアメリカ軍用券に送られる物資の供給をまとめる仕事に携わっていた。その準備中に彼女はドックルに出会い、それが太陽光や砂漠の砂嵐から犬の目を守る保護具として役立つと考えた。 そしてドックルスカンパニーの協力を取り付けた彼女は120個以上のドックルをイラクの軍用券に届けたのである。ドックルは2005年7月30日に CNN のニュース番組でも取り上げられ軍用券に送られる装備品として注目された。イギリスのメトロみも2007年に稀な自己免疫疾患により目から涙を流すことが できなくなったことに苦しむ犬を紹介している。その飼い主のダイアナス・スティーブンスは犬が目の乾燥させないようドックルをかけさせていた。目の病気によりドックルを使用する例は他にも報告されている。獣医のピート・ウェダーバームは自身がデイリー・テレグラフに持つブログで2009年にとある目の症状に苦しむ犬の症例を語っている。この犬の目の内側では ごく微小な何かの破片が漂っており、眩しい太陽の光にさらされると、うなったり、かんだかい鳴き声を上げながら、体をよじるのだという。そこで注文したドッグルをかけさせるとこのテリアはそれを嫌がったため、飼い主は犬用にデザインされた野球棒の存在を知り、そちらの方を被らせたところ犬は抵抗なく身につけ、この問題は解決したという。ありがとうございます。